14対3巨人。6日、名古屋。巨人の連勝は5でストップしたが、収穫も得た。前日5日の支給の影響で欠場した阿部に代わり、プロ初スタメンのドラフト1位小林、日本生命、が堂々のフル出場だ。原監督は、素晴らしい。阿部、新之助がデビューした時よりもいい、堂々としたキャッチャーぶりでした、と絶賛した。3回のプロ初打席で左前に初安打を放ち、藤村の仲間へ敵地打で先制のホームを踏んだ。ただ、勝利を引き寄せるリードができず本人は、悔しいです、と唇を噛み締めた。それでも指揮官は十分戦える、ときっぱり。阿部の回復次第では、今後もスタメン起用が続くことを示唆した。前日はチーム最年長の高橋由良ベテラン勢がずらりとスタメンに名を連ねた。この日は小林に加え、2番に藤村を起用。先発野手の平均年齢は前日の 31.5 歳から 27.5 歳に若返った。指揮官は藤村についても、いい先制タイムリー、と目を細めた。勝利には繋がらなかったものの、明日を担う若手への手応えは掴んだ。